3本目は、まあ、今は笑えなくなってきてる話ですね。ネタとしては簡単な話です。日本でも一時期ありましたね。クソ安いマンションの話、あれです、はい。イタリアのとある村で家が100軒ほど売り出されたそうです。いくらでか、1ユーロですね。1ユーロ、まあ日本円に直すと今いくらぐらいだ、120円半ばとか前半とかそんなもんか。要は1軒買うのにそれぐらいで売りますよ、一時期あったね。あの原油買うときにマイナスになるってことがあったね。まあそういうことよね。あの家を管理してる方がぶっちゃけ金かかるから俺ら持ってたくないよってついになっちゃったところが現れた村でね、これ多分人を呼びたいんじゃないんですよ。管理できねえ、もう無理だ、誰か買ってくれってなったんですよね、果たして誰か買う人はいるんだろうか。いないと思うよ私は ね、はい、ね。まああの町、おそらく町というか村が管理してるんだろうから、当然村が管理してたら固定資産税も入んないからね、やってらんないよね、で日本も笑ってられないわけであります。はい、多くの家が店が空室目立ってきているのをご存知ですかね。私の家の周りも、テナントがだいぶ歯抜けになってまいりました。皆さんのお住まいのエリア、お勤めのエリアはいかがでしょうか。まあ私勤めてる方もそうですね、はい、何件か撤退したなっていうところが見え隠れしてまいりました。昔からやってるところほど閉めるのは閉めるもんですが、閉めるたら一気に抜けていく感じがいたしますね、はい。先日とある町に行ってきたんですが、やはりひどいもんでしたね、言いたくないですが、そうですね、まあ、月曜の夜だったとはいえ、繁華街であるはずの場所にろくにネオンも散ってないというありさまでありました。ちょっと悲しくなったなと個人的には思う次第であります。別にこれ日本もらえなくて、まあちょっと前に言いましたね、10万円でマンションを売るとかありましたね。そのうち日本でも、はい、すいません、そのうち日本でも100円で家を売るとかマンションを売るとか、都心では無理にしても田舎ではあり得る話かなと。私の地元の北海道なんですけど、地方に行ったらね、あの遊休地、遊休してる空き家いっぱいあるだろうから、そこも手放したい、売りたいって言って、まあ買い手がつかないから持ってるだけの人もいるでしょうからね、一気に街がもう潰れるぐらいだったら、とにかくクソ安く売っちまうってことが起こるかもしれない、日本でもね。さてはて、ところでところで、コロナの患者が出てないことになっている国が、ほぼ出てないことになっている国が何国かございますが、その中で8000元であったはずの、チャイナ様ですね、中国様ですが、なんと国営企業が倒産したそうです、はい。おめでとうは言えないので、ご愁傷様でございますとしか言わないんですが、記事の中では、車メーカーらしいですね、ブリリアングループって書いてあるな、ブリリアンスグループか、はい。まあぶっちゃけ聞いたことありません。なんか中国国内ではトップ10に入るとか言ってるし、BMW って名前が見えるので、まあ、ドイツと提携してる、合弁してるところでもあるんでしょうが、ね、これ一応中国の国営ですからね。あ、言うたらなんですが、昔の国鉄とかですからね、電電公社とかですからね。爆発民営化はあっても、その後潰れるは相当ないはずなんですけどね。いや、ついに潰したよ中国って思って見てました。資産規模3兆円だから、日本円の直すと30兆円ですか。下手な銀行よりも資産規模はでかいんですけど、どういうことでしょうかって思うんですが、残念ながら、BS が書いてないので、どれぐらい債務超過だったのかとかは分かりません、なんか負債の利益が、利息が払えなくなったとかって言ってますけど、いやそれはね、要は現金なくなったって話か、利益が出てるかは知らんけど、まあもしかしたら黒字倒産なのかもしれないかもね、なんかかもだよ、知らない。別にここの会社の経営者見てきたわけじゃないからね、はい。
はい、ところで中国は景気良かったんじゃなかったっけ。ねえ、コロナから逃げたからねえ、V 字回復してるはずの中国で、なぜ国営企業が爆発じゃないや、潰れるんでしょうかね。爆発に見えたらったら、企業は残りますが、倒産してはどうもなりませんね。はい、この後、これがドミノの1枚目なのか、それともただこの1枚だけが壊れておしまいになるのか、皆さんどちらだと思います？まあ、日本も笑いませんよ。まあ、日本は幸いにして、今は国営と言われるようなところはほぼないですか。うん、まあ、日本国が出資率 100% ってところはあるので、実質国営っていうのはいっぱいあるわけですか。郵便局とかね、うん、まあ、あれ民営化したはずなのに、どこに、どこ行ったんだろうだね。まあいいや、奥はいね、中国の国営企業、本当はここって一番保護されて法律的にも優遇されている場所でした。まあ、あの年配の方は日本航空とか国鉄とか思い出していただければ大いに分かっていただけると思います。日本でも国有企業を優遇してきた歴史はございます。ただそれも高度経済成長が過ぎてバブルが弾ければ意味がなかった話でしたね。別で、つまりこれは崩壊の始まりだとすれば、中国のバブルだったかもしれないものが弾けたと言えるのかもしれないですね。はい、果たしてドミノの1枚目なのか、それともただ1枚の牌が壊れただけなのか、目は皿にしませんが、生温かく、中国の情勢を見守りつつはいたいと思います。ね、あのただ日本も笑ってられませんからね。はい、日本のこの先不景気待ったなしなのは確実ですので、はい、皆さん、閉じこもらずにできるだけ参りましょう。まあ、皆さんは大丈夫でしょうね。ここ皆さん出歩いてらっしゃいますからね。はい、閉じこもらずに周りにも行ってあげましょうね。できるだけ日本の経済の血液を、つまり金を回していくことを考えましょう。要は金使いましょうって話です。別に巣ごもり消費でもいいからがっつり金使えよっていうことが言いたい。でも巣ごもりなんて言っちゃったんで、できれば外で使いましょう。そのためには政府の後押しがいるんだけど、あんまりうまくいってないなと思うところです。はい、今後の中国の情勢、それからさっきのイタリアみたいな情勢、新たな情報があったらまたご紹介したいなと思います。ありがとうございました。